電子媒体。電子媒体は、映像機器や音響機器での映像や、音楽の記録再生や、電子計算機、コンピュータでの情報処理に使用する記録媒体の総称。コンピュータで扱う情報については、記録内容は全てデジタルデータである、という特徴がある一方、映像機器や音響機器においては、アナログ方式で記録再生されるものもある。かつては、磁気テープ、ビデオテープや、 コンパクトカセットなどが主流であったが、近年はハードディスクドライブなどディスク形状のものが主流になりつつあると認識しているものがいるようだが、1956年にが誕生して以来ディスクも同様に主流として使われている。また CD-ROM、DVD-ROM、BD-ROM などは全く物理的、機械的に作られており、電子メディアというには無理がある。 電子、磁気、電磁気、光、光磁気、半導体、などの技術や工学が使われている。いくつかの例を挙げる。各種類の媒体の技術的工学的特性、例えば容量や記録密度や零天子やスループと、さらには経済性、コストパフォーマンスなどにより適した用途がある。いくつかの例について述べる。いくつかの観点からの寿命について述べる。 主として記録された情報についての観点と、媒体自体についての観点がある。一般に、データを保持できる期間は有限である。読み込みや書き込み処理を行わずとも経年により、媒体は劣化していき、やがては記録したデータが消失したり、正常に読み出せなくなる。例えば、CDR や DVDR は、色素が退色すると反射率が狂う。磁気テープや FD などは、 磁力が薄れていく。フラッシュメモリは、フローティングゲートに補足した電子を維持できなくなる。書き換え可能な媒体であっても、無限に書き換えられるものではなく、書き換え回数、書き換えサイクルは有限である。読み書きを繰り返していくうちに媒体に、ダメージが蓄積されていき、徐々に劣化していく。蓄積されるダメージは、摩擦による摩耗であったり、磁性の消失、 レーザー光による熱、電圧など媒体により様々である。CD-RW や DVD-RW は基本的に全体を書き換える。書き込み時はシーケンシャルアクセスであるため、1000回ほど書き換えると寿命になる。それ以外では基本的に1セクターあたりの書き換え回数であり、全てのセクターを使っているのでもなければ、簡単には書き換え回数の寿命に達することはない。 さらに磁気テープや一部のフラッシュメモリを除き、同じデータでも毎回記録位置を変えることで、さらなる延命を行っているため、書き換えサイクルの寿命の前に、媒体の寿命が尽きる場合もある。媒体別の書き換えサイクルとして、書き込みが特定ブロックに集中しないように、対策されていないフラッシュメモリでは、数百回、ついで CD-RW、DVD-RW の千回。 磁気テープ、p d r e ウド PDD の1万回、DVD ラム、ギガモ、一部フラッシュメモリの10万回、フェーズ、チェンジデュアルの50万回、磁気ディスク、一部フラッシュメモリ、業務用ギガモの100万回、MO の1000万回となっている。読み込み回数、読み込みサイクルも、基本的に有限である。通常、読み込み時にも媒体は劣化していくが、 書き換え字ほどの劣化はなく、無視できるものと考えて良いだろう。これ以外にもドライブの寿命もある。ドライブ単体での寿命はもちろんであるが、その規格を読み書きできる製品がこの世に存在しなくなると、媒体としても寿命と言える。製品を復活生産するという方法もあるが、多額の費用がかかるため、よほどの重要データでない限り、 費用をかけて復活させることが見合わないと予想される。さらに、最近のカナダドルを駆使した設計を考慮すると、その製品の設計情報を収録した媒体の読み出しができない状態もありえないわけではない。ハードディスクドライブやフラッシュメモリ系の機器、USB メモリ、SD メモリーカードなどはドライブと媒体が一体となっていて切り離すことができない。 構成のものがほとんどであり、ドライブ側が故障した場合は即、媒体も使用不能となる。数世紀数万年といった長長期間の保存媒体としては、石板、木管、紙、レコードといった古典的なものの方が安全である。太陽系外に出る探査機に積まれたメッセージはいつ回収されるかわからないこともあり、パイオニアでは記号的なイラストを刻み込んだ金属板、 ボイジャーでは、音溝が刻まれたアナログレコード版などといったもので、このような発想の類似である。なお、ニューホライズンズには CD r o m が積まれた。大抵の記憶媒体は、採用する記録方式や使用素材などにより、特有の弱点を持ち合わせている。誤った使用や保管をすると、媒体寿命を極端に縮めてしまうことがある。 媒体にとって弱点となる環境下に放置せず、適切な使用や保管をすることで媒体寿命を伸ばすことができる。媒体によって無く使用用と向かない使用用途もあるので、これを考慮して媒体を使い分けることも必要になる場合もある。フロッピーディスク、ハードディスクなどが該当する。時期、ホコリ、汚れに弱い。当然ながら時期に大変弱いため。 磁石を密接させれば簡単に壊れてしまう。また構造上、記録面にホコリなどの異物や汚れが付着すると、正常に読み取れなくなってしまう場合が多く、ホコリがこむるような場所に放置すると数年と持たずに、記録内容が壊れる。フロッピーディスクの合わせ、現在最も使われている3.5インチディスクは、プラスチックのケースに入っているが、初期5インチ、8インチのものは、 紙のケースに入っており、シャッターもないために非常に破損しやすか。樹脂製ディスクやテープは、熱や湿気、紫外線の影響も受けやすく、変形を招いたり、カビが生えたりして、使い物にならなくなる場合もある。テープ媒体特有の弱点としては、たるみ調整が正常でなかったり、ピンチローラーなどが汚れていたりすると、巻き込み事故が起こる場合がある。レーザーディスク、コンパクトディスク、 DVD などが該当する。熱、湿気、紫外線に弱い。現在広く使われている基板素材はポリカーボネートだが、熱や湿気の影響を受け劣化する。過去に基板素材として広く使われたアクリルは、より湿気を嫌う。基板にガラスを使うものは、理論上千年以上の寿命がある。有機色素を使う CDR や DVDR などは、 紫外線の影響を受けやすい。紫外線への耐性は使用する有機色素の種類や製造時の品質によってまちまちだが、積極的に紫外線にさらされる場所に放置すると、年ともたずに寿命が尽きる。磁気ディスクに比べホコリや汚れの影響を受けにくく、多少の傷ならば特に問題なく使えるが、ディスクが剥き出しのものはカートリッジタイプよりも汚れやすく、傷つき合いことに注意。 カートリッジに収められ、時期や紫外線の影響も受けにくく、他のどの媒体よりも耐久性があるとされるが、ドライブにプリズムを使用している、関係上、埃の多い場所でドライブを使い続けると、ドライブの故障に陥りやすい。フラッシュメモリを使った USB メモリやフラッシュ、SSD、各種メモリーカード、SD メモリーカード、コンパクトフラッシュなどが該当する。 テープメディアやディスクメディアと異なり完全な電子機器であるので、電気系のトラブル、接続や切断時の電気ショック、静電気、ショート、落雷などに弱く、場合によっては故障する恐れがある。構造上の問題から特定ブロックへの書き込み集中を回避する構造を持たないタイプは書き込みに対する耐性が極端に低く、回避する構造を持つタイプでも、 磁気ディスクのそれには及ばないものが大半である。従って極端に書き換え頻度の高い使用をすると数年と持たずに寿命が尽きる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。